告白されるなら直接か電話か、電話や LINE か。うわー決まりました。はい、いきます。せーの、B。 おー、現代っ子なんでね我々。ちなみにじゃあ電話が A、 LINE が B、 もう B ですね。まあでも向こうに賞賛があるなら A で、でお前あれでしょ、僕は電話なら電話、俺別に文字。あー、そこ、まあ一回じゃ文字なら熟考できる、うん、はいはい、まあ確かにゆっくり考えるよね、うん、電話だったらじゃあちょっと考えさせて。電話だったらもう考えながらショートしちゃうから。あー、まあまあまあ LINE の方が落ち着いて見れるよね。だから直接はないんだ、まあ、なんでなんでなんで。いや、あの断ると気まずい。電話も同じだろうが。電話ははい、すいません、はい、すいません、すいませんでしたって。それを切れば、まあ声色だけじゃん、うん、顔は表情とかも、うん、そのだんだん悲しそうな顔になるのが全部残るんよ多分。だけど人間の最も印象に残るのって目の前で死んだりしたらめっちゃ印象残るじゃん。マジやばいっす、こいつ。それ恋が終わらせる。皆さん、こいつ断る前提っす。めっちゃ怖いからそれ。やべえっす、こいつ一番やべえっす。まあ B かな。うん、まあでも、うん、文字はね、こと思いがちょっと伝わりなさすぎる。あー、なるほどね。直接はそこがあるから電話がいいやん。確かに、だって俺騙されてる可能性もあるのか、文字だと。本当は、友達と一緒にいて、本当は23時内で、え、おめえ別ゲームでクゼに行く激ねーってであるよ。で、俺、もう別にいいけどとか返したら、うん、後日紙に貼り出されて、 LINE のスクショが、絵にからのもうスタジオ中に貼り紙されて、俺の LINE の履歴が。最悪です。直接お願いします。直接もしかして影に隠れてて、うん、あ、じゃあいいよって言った瞬間に、うん、よっぽだ、騙された大将、うわこいつマジで付き合う、きめーって本気にしてるじゃん。なんでそんなネガティブに。お前だよ。病院行こう。はい、次、はい、はい。